ティム・ロビンスは、俳優、映画監督。アメリカ合衆国カリフォルニア州、ウエスト・コビナ出身。動画でありながら、身長195センチメートルの大柄な俳優。ショーシャンクの空に、の主演俳優として知られる。カリフォルニアで生まれ、子供の時にグリニッチ・ビレッジに移る。父親のギル・ロビンスはミュージシャン。母親のメアリーは女優。 12歳の時から演劇に関わるようになり、ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校で2年学び、UCLA のフィルムスクールでさらに学ぶ。卒業後の1981年、ロサンゼルスにて劇版アクターズギャングを立ち上げた。1984年に映画デビュー。小さな役が続くが、1988年のさよならゲームで、 マイナーリーグの新人投手を演じて注目される。また、この作品で後にパートナーとなるスーザン・サランドンと出会った。1992年にはロバート・アルトマンのザ・プレイヤーで主演を務める。同年、初監督となるボブ・ロバーツを完成させる。1995年には死刑制度をテーマにしたデッドマン・ウォーキングを監督し、自身もオスカーにノミネートされ、 主演のスーザン・サランドンには、アカデミー主演女優賞をもたらした。2003年、ミスティック・リバーでアカデミー女演団優賞と、コールデングローブ賞女演団優賞、スクリーン・アクターズ・ギルド賞を受賞。2011年、アルバム、T.I.M. ロビンスザ・ローグス・ギャラリーバンド、ティム・ロビンスザ・ローグス・ギャラリーバンドを発売し、俳優だけでなく音楽家としても、活動の幅を広げている。 死刑制度反対やイラク戦争反対などの政治的発言を活発に行い2007年3月18日にニューヨークで行われたイラク戦争反対デモにも参加しているそのためスタジアムでの感染拒否大手新聞の取材記事の撤回など不遇を被ったことをミスティックリバーのメイキング映像中で語っているスーザン・サランドンとの間に息子二人を設け共に ニューヨークに住んでいたが、2009年夏に23年間に、わたるパートナー関係を解消した。自身が監督した、クレードルフィルロックのプロモーションのため、2000年8月に、当時のパートナーのスーザン・サランドンと共に来日している。その際には、帝国ホテルで来日記者会見を行った。プロモーション以外では、2011年8月に、 自らのバンドを率いて来日、ブルーノート東京にて数回ライブ公演を行った。ありがとうございます。